中村直美は、北海道札幌市出身のスキージャンプ選手である。中学、高校時代は一学年上の佐藤幸や、同学年の小林良幸、一学年下の伊藤正光らと競い合うが、少年組での優勝は、東海大学附属第四高等学校三年時の札幌市長売大、倉山サマージャンプ大会に泊まった。高校を卒業後、東海大学へ進学した。 2013年3月1日に札幌で開催された FIS 公認レースの第84回グーサマスキー大会国際競技会で国際大会に初出場36位、48位で終わる。次の大会出場の機会となった2013年9月にルシュノブで開かれた FIS カップに21位、11位と結果で答えた。2014 15シーズンは2015年1月16、17日の両日に札幌で開催されたコンチネンタルカップに出場し、1日目24位でポイントを獲得した。その後、スロベニア等のコンチネンタルカップを経て、ノルディックスキージュニア世界選手権アルマトイ大会へ出場した。2015、16シーズンはコンチネンタルカップ。 札幌大会で3戦連続でポイントを獲得し、ワールドカップ、札幌大会にデビュー、1日目38位、2日目25位となり、ワールドカップポイントを獲得した。ジュニア世界選手権、ルシュノフ大会2016では、個人戦21位、伊藤正光、岩佐勇剣、小林良幸と共に出場した団体で、銅メダルを獲得した。 3月の伊藤杯シーズンファイナル大、倉山ナイタージャンプ大会で2本目に、最長不当となる128メートルを、飛び青年組初優勝。この大会から暫定的に、K イコール123メートル、HS137 メートルと変更された、大倉さんの陶器ンプルフィール下において、男子の初代バッケンレコード保持者となった。2016、17シーズンは、 全日本スキー選手権ノーマルヒル、HBC カップジャンプ競技会、宮様スキー大会ノーマルヒル、伊藤杯シーズンファイナル連覇など国内で4勝。アルマトイで開催された2017年、東京ユニバーシアードのスキージャンプ男子個人では、ミハイル・ミハイロビッチ・マキシモチキン、トーマス・ラックナーを抑えて、金メダルを獲得。札幌市で開催された2017年。 アジア冬季競技大会ではノーマルヒル6位、ラージヒル金、メダル、団体金メダルを獲得するなど飛躍のシーズンとなった。2017-18シーズンまではワールドカップは自国開催時か海外遠征メンバーの一時帰国に伴う代替メンバーとしての限定的な出場に限られていたが2018-19シーズンは ワールドカップ開幕から海外遠征メンバーに選出されるとシーズン通してワールドカップに出場し続け総合39位に入り出場機会はなかったものの世界選手権のメンバーに初選出された2019年3月に東海大学を卒業後環境問題に取り組む新会社フライングラボラトリーを設立しスポンサー契約を得ながらスキージャンプを続けることとした 2019-20シーズンの夏は、コンチネンタルカップから参戦し、シュチンスク大会では2戦連続で2位となり、その後のサマーグランプリでは、クールシュベル大会で3位となり、ザ・コパネ大会の男子団体優勝のメンバーとなった。冬は開幕からワールドカップ海外遠征メンバーとして参戦し、総合43位でシーズンを終えた。2020-21シーズンは、 コロナ禍のため10月以降の開催となったサマージャンプ国内戦は7戦中札幌市長バイミノ森サマージャンプ大会で優勝 NHK 杯で2位となりワールドカップへ向かったワールドカップでは序盤は調子が上がらず途中コンチネンタルカップに参戦するなどしていたが後半はポイントを重ね総合34位の成績であった またフライングの団体戦では20年ぶりの表彰台となる団体2位のメンバーとなった。シーズン序盤に行われたスキーフライング世界選手権に初出場、個人35位、団体5位のメンバーとなった。世界選手権は2大会連続で代表に選出され、個人戦では出場機会がなかったが、男子団体のメンバーに選出され初出場を果たした。 日本とも経験を超えるジャンプで日本の4位に貢献した。ありがとうございます。